The Igarashi Lab at the University of Tokyo is developing a new type of physics engine which can faithfully recreate in 3D the stylizations common to 2D anime. 物理エンジンというのは 3DCG アニメーションを作る際に髪の毛であったりだとか衣服であったりだとかそういったものの動きを生成するものです。物理的に正しい計算というのはできるんですけれども物理的に正しい計算しかできないというのが問題点でした。今回作ったのはそういった物理の計算に対してアーティストがこだわりを実現できるつまりデフォルメができたりするというようなものになっています。例えばですね、ウサギの耳を物理計算で揺らしますということを考えたときに例えば右から見たときはこのような形で見えてほしいというような要求があったとしても普通の物理エンジンですとそういったことができなかったわけです。ですが我々の技術を使うとその角度から見たときはこの形になってくれてというようなこだわりが実現されながらもその物理計算を行うことができる。こちらの例はですね、アホゲーと呼ばれる表現なんですけれども日本のアニメでは非常によく見られる表現だと思うんですけれども例えばこのアホ毛の部分がずっと同じ向きに跳ねててほしいということを考えたときになかなか普通の物理エンジンではできなかったんですが我々の物理エンジンではずっと同じ方向を向きながら揺れるというような計算ができます。こちらの例はですねスカートの中を覗き込んでもそのスカートが中のコンテンツを隠してくれるというような表現のことです。カメラが下に覗き込んだときはそのスカートが固くなって体に張り付くようなことをすることで今みたいな鉄壁のスカートと呼ばれるような表現が実現できています。二次元アニメ文化っていうのは日本にすごく魅力的なものがあるわけです。で近年三次元 CG 技術というのがすごく発達してきているわけですけどもそこの両方のメリットを取ったようなその映像表現っていうのができたらいいなというので今回その橋渡しとなるような技術ということでこだわり物理エンジンを開発しました。The Directable Physics Engine runs on the Unity cross-platform game engine, and the source code is available from the lab's website. Dig Info News.